はい、こんにちは。田中宮やです。私ですね、フリーランスで構成作家、リサーチャー、ライター、翻訳などをやらせていただいてるんですけれども、このチャンネルでは私が普段目にしたニュースとか、私が普段生きていて思ったことであるとかをどしどし発信していくというような趣旨でやらせていただいてるんですけれども、本日はですね、 あのリモートワークがどんどん廃止になってきているっていうことについて語りりたいと思っております実はですねアマゾン僕もいつも利用しているアマゾンが、えー、いつだかはちょっとわからないんですけれどもリモートワークを廃止して週5日原則出社にするっていうような。 方針を打ち出したと CEO の方がで実はそのアマゾンだけじゃなくて他の企業でも同様なことが起きているちょっと調べたんですけれどもスターバックスディズニー週5日じゃないとは思うんですけれどもここもその原則出社に切り替えているアメリカ現地ではであとテスラテスラに関してはもう2022年から原則出社だと。 原則というかもう出社だと。で、えー、応じなかった人間は、もう退職したとみなすと、えー、CEO のイーロン・マスクさんがおっしゃっていて、でもうすでに、あのー、X も多分テスラも、えーまあ、残られていた従業員はコロナ禍以降も、あの出社の方に切り替わってると思うんですけれども、で日本企業でも同様なことが起きていると。えー、楽天、えー、GMO、ホンダ、えー、などなども、 あのリモートワークを廃止というかあなるべく縮小していく方向に切り替えていてで原則出社に切り替えているというようなことだったんですけれどもで今それが広まっているところは広まっているのかなっていうような状況だと、えー、いうことなんですけれどもこれを見て私が思ったことはまあ それは正直な話、当然の結果だよなって <laughs> 思っているところはありますね。なぜかというと、やっぱりその、リモートワークって、なんか、理想は理想なんですけど、それを現実に移すってなった時に、ちょっとやっぱり、 人ってサボってしまうものなんで、厳しいんじゃないかなと思うんです。実は僕、あの、フリーランスでライターとかやってるんで、このリモートワークスタイルをもう12年以上続けてるんですよ。もうコロナ禍とか関係なくずっとずっとこのスタイルで。 仕事させていただいてるんですね。自宅で起きて、え締め切りが近いものからどんどん、えー、あの、仕事を片付けていく。で、メールで送信する。で、何かコミュニケーションする必要があったら、メールでやり取りする。もしくは、ズ、えームとかで、えー、リモートの会議を開くっていうようなスタイルでずっとやらせていただいてるんですけど、その僕ですら、あのー、まあ、 時折っていうか夏場とか、えー、エアコンあんまり、僕苦手なんで、狭い部屋でエアコンに当たるの。あの、作業場じゃないんですけれども、図書館とかに行って、えー、Wi-Fi が使える。で、そこでパソコンを持ち込んで仕事とかさせていただいてるんですね、毎年。で、そういったその、まあ、行ってしまえばそこを職場とみなすとすると、 そういう場で働いているとき、カフェでもいいんですけどもね、そういう場で自宅以外でつまり働いているときと自宅では作業能率がもう12年以上僕リモートワークやってる僕ですら作業能率が全然違うなって思うんですよ。あの、誰も止める人がいないんですけど、僕の作業を止めたりとか、もちろん話かけたりとかもう一人やってるんでいないんですけど、それでも、あのー、 自宅と外で仕事するときとは、外の方が全然はかどるんで。で、それをやっぱりその、会社っていうチームワークの形態に置き換えたら、家でやるのって、正直、かなり厳しいところってあるんじゃないかなと。僕自身は、そのリモートワークをしている僕自身が、そう思います。 ですので何でしょうかあのー、まあ例えばあのー、まあなぜこの僕がテーマを話したかっていうと ABEMA プライムで、えー、もうちょっと申し上げ忘れたんですけれどもそのリモートワークに変わっから出所に変わってきているっていうような特集をやっていて、えー、僕それをちょっと拝見させていただいて、えー、ちょっと喋ろうかなと思ったんですけれども。 まあそこでも触れていたんですがまあプロダクトええ現にプロダクトがあるマーシャンダイザーの方々小売業の方々製造業の方々えそういった方々はやっぱりそういった企業の方々はやっぱ工場があるからそこには絶対その人がいないと LINE も動かないし何をどう作ったらいいかもわからないし あの現場で指示する人がいないと、えー、こう作業が止まってしまうんで、えー、まあ、えー、それは絶対的にリモートワークではできないから、えー、必要だよなっていう議論にもなってたんですけれどもまあまさしくそうで業種にもよるるとところって正直あるとは思います、えー、例えば私みたいな、あのーまあ、別に人が現場にいなくてもできるっていう仕事もあると思いますし。 えまあ今だってアニメーションの制作とかえ動画制作とかもあのデータは今もうメールでやり取りできるような時代になってきてるんでえそれはまあ,あの実際にその全社員リモートワークっていうようなスタイルの会社と僕取引したことがありますのでえそれでもそういうのができる会社もあるにはあるとは思いますがその一方で。 そういう会社とかでも、ま、IT で、あの、ま、ネットメインの別にもう、のとしてない、プロダクトがものとしてなくてサービスっていうような、え、ことをやられているような会社だったとしても、僕は、僕個人がもし、あの、CO をやるんだとしたら、ある程度は出社っていうのをさせた方がいいかなと、僕は思います。僕があの、CO とかをやる機会があったら多分、 そううすすると思うんですあの前日じゃなかったとしても、まあ、ある程度はこのチームの意識醸成のためというかあの顔を見ることで円滑にコミュニケーションが進んだりとかあのメールとか、えー、Zoom とかでは指摘できなかったことが、えー、指摘できたりとかっていうことが、えー、いいアドバイスにしろ、えー、いい えー、褒めるにしろ、えー、忠告するにしろっていうことはできると思うしそれってその些細なコミュニケーションのやり取りってそれとも重要かなと思うんですよあの仕事の、えー、劇的にはかどったりとか能力が上がったりっていうのは僕個人の経験でいうとそのちょっとした一言で僕かなりその意識が変わったりとか、えー、あこうすればよかったんだってヒントが思い浮かんだりとかあったんで。 そうですね僕自身だったらそのある程度の出社っていうのをしていただくっていうような方針にするとは思うんですね。あともう一つ思うのがむしろこっちの方が重要じゃないかなと僕思うんですよ。なぜ僕がリモートワークっていうものにあまり会社としてやることに懐疑的なのかっていうと結構その僕のような人は耐えられるのかもしれないですね。 あのまあ、僕はあの結構あの、ま、マジョリティ側の人間じゃないと思ってるんで自分のことをそのなんていうか、えー、少数派かっこよく言えば異端っていう派だと思ってるからまあある程度は続くとただそんな僕でもリモートワークより外でやった方が、えー、はかどるって感じている、まあ、この状況で考えてみるとすると多くの人が実はリモートワークって メンタル的に耐えられないんじゃないかなと思ってるんです。その一人で孤独に作業するまあ孤独じゃないかもしれないんですけどあのやり方によってはもうあ常にそのズームとかでボォッチングされてる、えー、人もいるとは思う会社もあるとは思うんですけれども、えー、ただただそれでも生身の人間が横にいるのと 画面越しに人がいるのとちょっと絶対心理的なあれって違うと思うんですよ。もちろん隣に人がいることによって感じるストレスであるとか、えー、なんか嫌いな人がいて、えー、同じ空間で一緒にいなきゃいけないっていうストレスとかって絶対あるとは思うんです。えー、絶対あるとは思うんですけどまあ多くの場合は別に嫌いでも好きでもない人と一緒に働いているわけで。 別にストレスとかもまあ、えー、ずっと毎日それは、えー、まあずっと感じ、えー、まあ、えー、1ヶ月2ヶ月3ヶ月でずっと一緒に顔をつき合わせたらまああーって思うかもしれないすることもあると思うんですけど別にそれ好きとか嫌いとかじゃないじゃないですか、えー、ちょっと同じ空間にいるの疲れたなぐらいのレベルじゃないですかそういう時はもう全然、えーえー、じゃあこの日はリモートでとか全然いいと思うんですけど逆にむしろその方がリフレッシュになると思うんですけどただ ずっと一人で、えー、家で作業していてってあの変わらない空間変わらない狭い部屋、えー、で誰も,止め誰も自分のことを見てくれる人がいなくててなってくるとメンタル的に正直病んでくると思うんですね。人ってあの孤独にやっぱり耐えられないんであの誰も注意する人がいない注意するにしてもメールで来るからもうほんその人がどういうテンションでどういう顔で言ってるかっていうのがどういう気持ちでこのメールを送ってきたこのメッセージを送ってきたのかっていうのが。 分かかららないから多分それってあのメンタル的に傷ついてしまう人、えー、きつい人もいると思うしあのこう忙しい時とかになんかえー、要件だけ来られるとあの顔を付き合わせていたら「あごめんちょっと忙しいよね、えー、だけど、えー、可能ならこれやってくれる?」とかそういう言い方とか考えられるじゃないですか。ででもそのメメーールとかメッセージとかかッセジそれができないくって 直接的な言い方しか伝わらない感情がこもってないから、えー、ちょっとそれってあのー、まあないかななと、えー、思うんです、えー、なのでちょっと気持ちっていう部分むしろ僕こっちの方が重要じゃないかなと思うんです。あの気持ちっていう部分を健全に保つためにもある程度の人間って強制力というか。えー みんなで物事をやる空間っていうのが僕的には必要なななんじゃいいかなと思っています、えー、僕がこの YouTube を更新しているのも何かその自分で共有する空間自分だけの空間を作りたい自分だけの空間というか自分の空間を作ってそこになんかみんなでいれるような場所を作りたいという意図もえ少しはあるんで、えー、もちろんそのただ好きでやってるっていうのが一番なんですけれどもそういった意図もあるから。 あのー、やっぱりその、えー、イモートワークっていうものが今後コロナ禍の時にメジャーになってくって言われたじゃないですかでもうほとんどの携帯会社とかいらない本社とかいらないみたいな言ってたじゃないですかやっぱりそれはもしかしたらもう机上の空論でしかなかったのかなと、えー、僕自身は思っております、えー、皆さんはどうお考えでしょうか、えー、もしよろしければ、えー、コメントなどで、えー、お教えいただければと思っております この動画をご覧いただきましてありがとうございました。もしこの動画が良いと思われた方は高評価ならびにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは。